ゼルダの伝説ギアーズ・オブ・ザ・キングダムは前作ブレス・オブ・ザ・ワイルドに続く傑作です。その壮大な内容から大きなテーマのみ取り扱い、ここではネタバレを避けつつ紹介しています。このチャンネルではコンテンツ探偵メタが2020年前後の新しい古典を取り上げています。一般的な YouTube チャンネルでは作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、 当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。前作、ブレス・アブ・ザ・ワイルドは2010年代の最も素晴らしいコンテンツです。その開発は歴史あるゼルダの当たり前を見直すことから始まりました。もともとゼルダシリーズはゲームとしての完成度が高く、プレイヤーからも高い人気を誇っていました。しかし、9作は開発者が決めた手順で、 物語やパズルを解く、受動的なゲーム体験になってしまいがちでした。これを解決するために、ブレスオブザワイルドに導入されたのが、オープンワールドとされています。しかし、よく考えてみると、世のオープンワールドというのは、ゲームの主人公が広大な世界を自由に旅できるように見えますが、実際は広い空間にギニアな遊びが散りばめられているだけで、結局は受動的なゲーム体験になっています。ブレスオブザワイルドが素晴らしいのは、 キャラクターををを主主ととしししてて自由に世世界界探索させるのではなく、むしろ、ゲームの中心に持ってきたことです。ゲームの世界に存在するものは、それぞれゲーム的な抽象化はされていますが、因果関係がデザインされています。雨が降れば崖を登りにくくなりますし、草原で火を焚くと炎症する。高地では気温が下がってダメージを食らうなど、不自由な設計も、プレイヤーがその環境の因果関係を信じられるように作られており、この環境に操作するキャラクターを適応させることが、 主なゲーム体験になっています。ゲーム環境が自然だから面白いというのはフォロワーである、原神がキャラクターをゲームの中心にしている点で逆のアプローチになっています。しかし、続編としてギアーズ・オブ・ザ・キングダムを作る難しさもここにあります。ゲームに存在する者同士の相互作用は、続編で世界に存在する者が増えれば増えるほど因果関係を設計するのが複雑になるからです。また、数が増えれば、 ゲームの体験が豊かになるかというと違います。むしろ複雑さが増して面白さを感じられないままプレイヤーが去ってしまうことも考えられます。実際に d ィアーズオブザキングダム》の最初の10時間はこのジレンマを感じさせます。というのも今作は主人公の特殊能力で世界に存在する様々なものを繋ぐことができるからです。例えば大きな谷間を渡る際に能力で丸太を繋いで長くし、 端にするといったものです。この能力は単に丸太を長くするようなシンプルなものにとどまりません。丸太を武器につないで攻撃のリーチを伸ばしたり、丸太を素材にイたダや馬車を作って移動することもできます。もちろん、火を起こしたり、重しとしても使えます。つまり、このつながるによってゲーム内のものが増えれば増えるほど、開発者がケアしなければならない世界の因果関係は膨大なものになりますし、ユーザーへのハードルも高くなってしまいます。さらに、本作は、 ブレス・オブ・ザ・ワイルドに比べて遊びが三次元的です。事前に公開されていた通り、遥か上空に浮かぶ空島から地上、地底がシームレスにつながっており、探索も行き来が求められます。前作もパラセールによって高いところから滑空することは可能でしたが、基本的には二次元的。100時間ほどでハイラルのマップを踏破できるようになっています。本作は単純に世界が三層になっているだけでなく、それぞれ行き来が必要となっており、 探索の密度は3倍以上になっています。その壮大な物量から、前作のように広い世界を歩いて、登って、滑空するという遊び方だとストレスを感じてもおかしくありません。しかし、これらのハードルはすぐに超えられます。ゼルダは旧シリーズから画面内のキャラクターが強くなるのではなく、画面の前のプレイヤーに環境に適応するための知識が蓄積されるよう設計されているからです。例えば、前作のように崖をよじ登るのではなく、 特殊能力で天井をすり抜けたり、飛行マシンを作る知識をプレイヤーが得ることにより、ものの数秒で高い崖も征服することができます。つまり、本作は、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編として、シンプルにゲーム内環境に挑戦するのではなく、プレイヤーに知識を獲得することによって、より積極的に環境を征服することを求めます。なので、本作の主人公リンクも、人類に文明をもたらす文化英雄として描かれます。文化英雄とは、例えば、 ギリシャ神話のプロメテウスが人類に火をもたらしたように、人類が環境に適応するための文化を発明する神話上のキャラクター類型を言います。文化によって人類の進化や歴史の発展を進めるので、神話的な時間の流れがない、もしくは遠慮した世界にリニアな時間を導きます。開発者インタビューでも本作のテーマが、 手と明かされたのも主人公が様々な文明の力を発明し、ハイラルの人々にそれをもたらすことによって物語が進むからです。さらに、そのような文化進化を体験する際に、おそらくユーザーがインターネットを通じて作った道具を共有して模倣し合うのも想定済みかと思われます。実際の文化進化もプロジェクトヘイルメアリーのような自然科学的な思考ではなく、トリックスターによる無謀な挑戦と、 大多数による模倣によって起こります。先ほど紹介した主人公のつなぐ能力も右手が変化することで得られますし、チュートリアルとして用意されている始まりの空島や各地の祠ではこの手を使って様々なものを作る知恵がプレイヤーに蓄積されていきます。最初は狩猟採集民のように単純なイカダや石器を作っていたプレイヤーも徐々に自動車や飛行機、ドローンといった近代文明に至ることができゲーム環境を征服することができるからです。つまり、 最初の十時間は、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの感覚で遊んでいると、単に複雑で難しいものに感じますが、主人公の能力を通して、環境を征服していくことに慣れていくと快感になっていく体験です。これは描かれるストーリーにも関連しています。前作は100年前に敗戦した王国で、過去の大切な人との記憶を集めて回るというエモい、ノスタルジックなものでした。本作は、さらに太古の時代がキーになっており、ノスタルジーというよりかは、 サトミ発見殿のような神話的なロマンです。近年のジェームス、キャメロンがエピックな映画しか撮りたくないとしながらエピックを定義なしに使うので混乱を招いていますが、時間的、空間的に壮大なものでしょうか。その意味でティアーズ・オブ・ザ・キングダムはアバターを大きく超えて現時点で最強のエピックになっています。映像もエピックな瞬間の連発ですし、その中を歩けます。よく考えてみると無理のあるストーリーも神話的な大きさによって乗り越えていきます。 もともとゼルダの伝説は過去作が円環的に繋がっており、特に、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの世界では繰り返し現れる厄災に対して、王国もゼルダの言う名前の姫巫女が繰り返し対抗するとされていました。今作はとある事件が起こることにより、その円環的な構造が強化されています。主人公の文化英雄は、この繰り返しを打破して、人類の進歩、歴史の発展を行い、神話の時代を終わらせるわけです。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムは、 ハイラル王国サーガの完結作として、これ以上にないものになっています。